シンプルスタイル。シンプルスタイルはソフトバンク株式会社がソフトバンクブランドにて提供するプリペイド式携帯電話サービスである。全身のフィーチャーフォン向けサービスプリモバイル、スマートフォン向けサービスであるプリスマ及びウォルトディズニージャパンが提供していた携帯電話ディズニーモバイルによるプリペイドサービスであるディズニーモバイルプリペイドサービスについても便宜上本校に記述する。 メールの定額制や TV コールなどのサービスが利用できるプリペイドサービスである。2008年平成20年2月4日から第3世代携帯電話のプリペイドサービスプリモバイルとして開始。1.5GHz 帯周波数の再編により廃止される第2世代携帯電話のプリペイドサービス SPS 及び PJ に変わるものである。 ソフトバンクプリペイドサービス PJ からプリモバイルへの契約変更、同版以降は2009年平成21年2月2日よりキャリアショップ、ソフトバンクショップでの手続きによりか2009年7月29日より残高の継承が可能ソフトバンクショップやソフトバンクステージが併設された家電量販店で購入した場合 電話番号を希望する下4桁の選択が無料で可能。いわゆる、両番を含む一部番号は、窓口端末で弾かれるため、再選択を要請される。リチャージカード、コンビニのマルチメディア端末の操作により発行される、チケット形式や、コンビニのレジから発行されるレシートに印字される、形式は、他社と異なりプリペイド契約以外の契約では、重当不可。 金種は3000円券と5000円券で、有効期間はチャージ日から60日間。カード、またはシート自体に有効期限が設定、期限経過後チャージは不可。チャージは他に、マイソフトバンク登録済みのセキュア対応のクレジットカードによるオンラインチャージも可。なお、以前は p a y e a でのチャージも可能であったが、 2012年11月29日をもって終了している。通常契約の場合、同一名義で5回戦まで契約できるが、プリモバイルでは、同一名義の契約は2回戦までと定められている。また、2012年4月4日以降新たに、プリモバイルを契約して契約日から1年未満で、解約、MNP 転出含むをすると契約解除料が必要となる。 2013年9月6日より、新たにスマートフォン向けのプリペイドサービス、プリスマの提供を開始した。また、ディズニーモバイルオンソフトバンク向けにも、同じ料金決済方法を利用したプリペイドサービ、ス、ディズニーモバイルオンソフトバンクプリペイドサービスの提供も開始した。2014年11月28日、サービスブランドをシンプルスタイルに解消。 これに合わせて、新規契約を対象に、パケット定額サービスの30日プラン7000円を4980円に割引するキャンペーンを実施。さらに、他社からの乗り換え、MNP で30日プランが12回目まで3980円となる。MNP 割30日プランを12回購入すると13回目以降の料金が3980円となる。 長期割を開始。2015年4月以降、ソフトバンク 4G、ソフトバンク 4GLTE に対応、4G 対応機種のみ。なお、ディズニーモバイルオンソフトバンクは2017年11月30日をもってサービス終了したが、プリペイド契約については通常契約と異なり、ソフトバンクへの承継は行われず、同日をもって強制解約となり、 残額は無効となった。これらのサービスを利用するには、ソフトバンク 3G への加入が必要だが、シンプルスタイル契約は通常、ポストペイド契約に同伴移行することができない。なお、2010年3月まで提供されていた、ソフトバンクプリペイドサービスであれば 3G 通常、契約への同伴移行は可能であった。なお、通常契約であっても、 ネットワーク上での番号非通知拒否ができないため、端末操作での非通知拒否を設定できない、ノキア製の端末やボーダフホン 802SE などの機種では、非通知拒否が全く出なくなる点に、要注意。ソフトバンクショップ及び一部ソフトバンクステージなどの、ソフトバンク携帯電話取扱店での申し込みと、本人確認を行い、ソフトバンクプリペイドカードを購入し、 プリペイドカードの登録を押すことで利用可能となる。音声回線の枠のうち、プリペイド回線は最大2回線まで契約可能。なお、契約手続き日から360日間は、初回チャージしなくとも157と1400への発信のみは可能で、その他の発信及び着信の一切は不可だが、電話番号は維持できるため、すぐに利用しない場合でも、 とりあえずの契約のみは可能になっている。ただし、この状態を維持した場合は、MNP の手続きはできない。ちなみに、購入時のプリペイドユシムカードの状態は、ショップ店で購入した場合はあらかじめ番号が記録されていない白ユシム、コンビニで購入した場合は、半黒ユシムの状態となっている。以前は、コンビニエンスストアでプリモバイル電話機セットを購入し、 自身で本人確認書類を FAX で送付することで新規契約が可能であったがコンビニエンスストアで購入されたプリモバイル電話が振り込め詐欺に悪用されたことが判明したため2011年平成23年2月末までにコンビニエンスストアでの新規契約受付を中止し以後はソフトバンク携帯電話取扱店でのみの受付となってる シンプルスタイルへの改名後は4000円がチャージされている状態で販売されるが契約事務手数料として3240円とユニバーサルサービス料9円いずれも消費税込み2017年11月現在がそこから引き落とされるため実質的な無料通話分は851円となるソフトバンクプリペイドカードには三千円と五千円の二種類がありどちらも 利用有効期間は60日間である。プリペイドカードの追加登録、リチャージを行うと利用有効期間と登録残高の引き継ぎができる。例えば、残り10日間の利用有効期限で500円の残高がある場合に3000円のプリペイドカードを登録すると利用有効期間が70日間、10プラス60日間、残高が3500円、500プラス3000円となる。また、 プリペイドカードを複数枚登録すれば1枚につき60日間加算され最大360日間まで利用有効期間を伸ばすことできる。コンビニエンスストアで発行されるシートに書かれた番号を利用したチャージも可能。初回以外のチャージについては上記に加え、ベラファイドバイビザ等のセキュア機能が有効になっているクレジットカードを使用してのオンラインリチャージが可能。 ページへの利用によるリチャージは2012年11月29日をもって終了。利用有効期間が終了すると登録残高が残っていても無効となり360日間の電話番号有効期間になる。この間にプリペイドカードを登録すれば再び利用することができるが、電話番号有効期間が終了すると自動的に解約となり利用できなくなる。 なお、すでに過去に利用していた、ソフトバンク 3G 端末やソフトバンク、スマートフォン端末を利用するなどの理由により、シンプルスタイル契約のユシムカードのみの契約も可能ではある。ユシムカードの発行手数料が必要。ボーダフォン時代のものを含め端末は問わない。S、メールの利用が不要な場合は、1 1.5GHz 対2010年。 平成22年4月から2017年、平成29年3月まで石は、同 2100MHz 帯に対応した WS027SH や SIM ロックなしのメーカーブランドの端末でも可能。プリスマにおいては、2014年3月4日より、SIM フリー端末や SIM ロックを解除した端末での USIM カードのみの契約も可能になる。 ただし、2009年2月25日から同年5月18日の間は取扱いを一時中断していたため、端末付きでなければ契約できなかった。また、取扱いがソフトバンクショップの一部に限定されるため、各ショップへの取扱いの可否の事前確認が必要。総合案内で可能と紹介するショップであっても、できないケースがある。または、 白プリペードユシムカードの常備がないショップでは、取り寄せで対処いうケースもあり、すぐに契約できないケースもある。なお、原則は、利用する端末の持ち込みが必要となっている。一部ーボーダフォンブランドを含むソフトバンクブランドのものが可能である。なお、量販店に併設されたソフトバンクショップ、例、ソフトバンクラビー仙台では、リチャージカードを含めて、 プリモバイルの取り扱い自体していないケースもある。ただし、名義変更や、MNP 転出手続きについては、可能。8.58円、6秒、15.24円、6秒、286円、最大30日、メールの利用、SMS の送信、MMS の送受信にはメールし放題の加入が必要である。また、 メールし放題の申し込み及び自動継続には300円以上の残高があることが必要となり、登録残高の有効期間が終了するとメールし放題の利用も終了となる。また、プリモバイルが販売される以前は、プリペイド式携帯電話はほとんど待ち受けで使う。人にしか向かなかったが、登場当初は携帯電話を持つ目的がメールである。人にはかなり得な携帯電話だった。ただし、 2009年、平成21年12月までに順次開始された NTT ドコモのタイプシンプルバリューや AU 電話のプラン E シンプルの登場により、トータルコストの面では必ずしも優位ではなくなっている。ただし、いずれも原則2年契約を要するため、解約した場合は1万円前後かかる上、カップ分が残っている場合はその支払いも要する。ただし、 X シリーズでプリモバイルを利用する場合、SMS は使用可能だが、MMS、E メールの使用は不可であることが、ソフトバンク X04HT のプリモバイルセット発売と同時に明らかになっている。プリスマでは、メール定額が申し込み不可能になったが代わりに、パケット定額サービスが設定された、後日、15.24円、6秒、なお、 シンプルスタイル 3G 形態でのパケット方式の通信は不可。シンプルスタイルで S、メールなどのソフトバンクモバイルのメールサービス利用、SMS の送信、MMS の送受信にはパケットサービスの加入が必要である。登録残高の有効期限が終了するとパケット定額の利用も終了となる。シンプルスタイル専用パケット定額サービスは 3G 形態のメールし放題とは異なり自動、更新がない。2014年11月28日更新期契約、契約変更した場合、30日プランは自動更新される。有効期限を満了すると、翌日期限満了を知らせる SMS が送信される。パケット定額申し込みがない場合のメールの送受信に、対しての注意事項は、シンプルスタイル契約時に渡される。 シンプルスタイルご利用ガイドなどに記されている。パケット定額の申し込みがなくとも Wi-Fi を使って Gmail などのメールサービスを利用することは可能である。申し込み時間を問わず申し込み日を1日目と数える。2日プランを申し込みした場合、サービスの有効期限は翌日の深夜0時になる。契約期間を満了すると次のパケット定額サービスの申し込みが可能になる。 パケット定額を申し込み後は、有効期限の間別のパケットプランに変更ができないので、例えば2日プランを申し込みした後に7日プランに変更はできない。別のプランを申し込みしたい場合は、申し込みしたプランの有効期限が満了するまで待つことになる。パケット定額サービス申し込み中は、ソフトバンク Wi-Fi スポットの利用ができる。 前々月のデータ通信容量が1000万パケット以上利用した場合、プランに関係なく通信制御を実施される場合がある。2017年、平成29年7月4日、現在、1回のチャージごとに9円が必要。プリモバイル、シンプルスタイル 3G 形態、2014年11月28日以降、用として、これまで以下の機種が供給された。 プリスマ、シンプルスタイルスマートフォン、2014年11月28日以降、用として以下の機種が供給された。シンプルスタイル 4G 携帯用として以下の機種が供給される。便宜上、プリスマと類似したサービスとなるディズニーモバイルプリペイドサービス、ディズニーモバイルプリスマに対応した端末についても、列記する。2014年3月、 シムフリー端末でのプリスマ契約を可能にしたが、音声通話、TV イコール、SMS、S、メール、パケット通信などの通信や、付加機能など、ソフトバンクモバイルのすべてのサービスについては動作、保障外としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。